こんにちは、リニニットです。ブラザーやシルバーと違って、マイナーな幹、あまりあの、人気がないというか、あまりあの機能が知られてない編み機のご紹介として、あの第1弾は重機の編み機をやりました。編む力一押しということで重機の編み機をしました。で、これからコロナです。コロナの編み機、これもたまにあのネットのオークションで出てますね。入札あまり入りません。でこれは、コロナの CH1500 版、1500ですね。 CH1500 です。でこの編み機のおすすめはですね、ちゃんとはまってない、はい、見てください。とっても静かです。もうこれは静かなことでは、あの私が触った編み機の中でこのコロナが一番とっても静かです。で今日はこのコロナの CH1500 独自の、でこういうねガイドがあるんですね。全部こう機能を説明する、これの、もう独自の編み出しの仕方があるので、キャストオンをやってみたいと思います。でこれですね、ここに MAS とあります。これ A、 あ、映ってないですね。両サイドにあります。 M がマニュアル手動ですね。これをまず A にします。オートマティック、あの自動ですね。でこの4、5、6、7、8、9、10とあるんですけど、これはこの 4の場合、まあ編み出しは4にします。この編み機はですね、位置が ABCDE とあるんですけれども、でこれ不思議でしょう。こういう串刃ではなくて、なんかこういうものがあるんですけどね。でこれ普通の A が一番下下がっているところですね。次が B、 このベッドに線が映ってないかもしれませんが線があります。これが BCDE っていう感じなんですけれども、で通常に編むのはこの AB、 この C の位置になります。これは本当に正確に C の位置に合わせます。そして一目置きに針をかけたいので、こういうふうに1234とこの4目分だけ一目置きにこう B 位置に下げます。この状態、こうすると残りの針を4目置きにこの同じ状況を繰り返して編んでくれる。このここで合わせた数目数分ほど繰り返してくれるっていう面白い構造になってます。でこれでパターンのカードがあるんですけど、それの指示に従ってこうやこのここで合わせた目数分ね、目を あと針を引っ込めておいてやることでいろんな模様が編めるという形で、編み出しもこれでできます。でこれ両サイドにこういうふうに糸同士糸口があるんですけど、これはちょっと上はカチンと入れるんですが、下の部分がちょっと複雑で、これ実は英語版のマニュアル、取扱説明書をニッティングマシン
ETC エトセトラからダウンロードっていうか表示させて印刷したものなんですが、この下の部分がこういうふうにペケ印みたいになってまして、こう通してこう通すっていうふうなちょっと変わった通し方です。一箇所通しておいてさらに奥の方を通すっていう形で、こう糸がスッとまっすぐに下にこう通るような状況にします。で両サイドは A ですね。でここ4目にしてこういうふうに1234と2番目と4番目を B1 に下げた状態です。でこれで編んでみます。はい、これで1目おきに目がかかりました。そうしましたらそのまま編みます。はい、作り目のようなものができたようです。ここで、先ほど言わしましたが、ここの部分、編み目ダイヤルですね、小さくしてたんですけれども、これを見ると、並太9から6、中細6から3、極細3から0だから、ちょっと6ぐらいかな、にしてみます。で、このまま編み続けます。静かですね。どうでしょう。わあ、編めてるようです。はい。程度編めたので外してみたいと思います。さあどうでしょう。わあ、綺麗に編めてます。でこれが、下がここが、あ、こっちか。こっちが、自動で編み出しをした部分ですね。こんな感じで。綺麗です。とっても簡単に、重りもなしに。2目を下げてこれ4にして、これを A、O とですねにしてやるだけで、こうやって自動で編み出しをしてくれて、とてもスムーズに静かに編めました。すごいです。これからこのコロナの編み機でいろいろ勉強し、並行して勉強しながらいろんな模様をにチャレンジしてみたいと思います。今日はコロナの独自の編み出しをやってみました。以上です。